はい、コナンです。ポケットのスマートフォンバージョンやっていきたいと思います。今日はねちょっといつもと編集方法を変えてみました。どうなんだろうね。 Adobe のプレミアという編集ソフトでこの動画編集しているんですけど、こんな感じでちょっと2画面にしてみました。ちょっといつもと感じが違うので若干違和感がありますが、どうなんでしょうね。編集自体はねやっぱり凝ったことやるとちょっと大変で時間がかかるので、どうしようかな、今まで通りに戻そうかな。もし何か意見がありましたらコメント欄にお願いします。さあポケトルの方やっていきたいと思います。今回3匹ステージなので、人によってねメガゲンガーで特大コンボを狙うのがいいのか、メガガブリアスで弱点をついていった方がいいのか非常に迷うところですが、今回メガガブリアス地面、グラードン地面、ドンファン地面、この3体で弱点をついていくことにしました。なんとかね特大コンボが狙えればいいのですが、ちょっとね黒い雲が若干邪魔でコンボが狙いにくいんだよね。触ればね何のポケモンが隠れているのかわかるのでいいのですが、結構めんどくさいんだよね。さあ残り手数が4でクリアですね。ボーナスコンボは18、20、まだいきますね。どうだ30、まだいく、35ですね。ファンタスティック、超特大というわけではないのですが、コンボ狙えたのではないでしょうか。さあこれでゲット率がどれぐらいでしょうか。さあアミリアおすすめマーク付きのポケモンできればゲットしたい、 22%。 やっぱダメか。おっとここでスーパーゲットチャンス来ましたね。 90%。 これはいきましょうか。さあさすがにこれはどうでしょう。1回2回3回、チョンチーをゲットすることができました。ランクは S です。チョンチーをゲットすることができました。さあメインステージどんどん進めていきたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。